福井県第3区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年の小選挙区再編によって1区2区の一部に再編された。2013年公職選挙法改正により廃止された。2013年の区割り変更に伴い廃止され、1区及び2区に再編された。 1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。福井県は伝統的に自民党の強い保守王国であり、第42回以降は自民党の高木武氏が選出されている。第45回では自民党逆風、民主党追い風の中で、 民主党の松宮伊佐夫に6666 66票差まで詰め寄られ初の比例復活を許した。松宮も元自民党の議員で一区から国返して立候補した。2010年末時点で高知3区、長崎3区に次いで3番目に有権者の少ない衆議院小選挙区であった。県北部から南西端まで。 複数の都市圏あるいは文化圏にまたがる選挙区であったため、知事や参議院地方区に近い広範な選挙、地元政治活動を強いられていた。また県内の原子力発電所、立地四日市町をすべて含み、福井市を除いた、いずれもが関連の電源散歩交付金、対象市長であることから、原子力施策が争点の一つとなっていた。 2013年に当選局は廃止され、その後高木は2区に移って、当選を重ねている。第46回衆議院議員総選挙12月16日、福井県第3区時の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、第45回衆議院議員総選挙8月30日、 福井県第3区時の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、福井県第3区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、 総選挙11月9日福井県第3区時の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日福井県第3区時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日 2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日福井県第3区時の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。